ついに中国人が声を上げ始めた。それでもゼロコロナ抗議が習近平政権の大打撃にはならないわけ。習近平政権のゼロコロナ政策に対する市民の抗議行動が中国全域、そして世界に広がっている。政治ジャーナリストの清水勝彦さんは、今回の抗議行動にはリーダーが存在せず、要求も現時点ではロックダウン解除などにとどまっている。警戒体制と検閲の強化によって天安門事件のような事態に陥る前に抗議行動は収束させられるのではないかという。私たちには自由がないと世界に伝えたい。習近平やめろ、中国共産党なんかいらない。11月30日夜の東京新宿駅周辺、在日中国人たちが白い紙や不要封鎖、要自由などと書かれたプラカード、それに台湾や香港の国旗などを掲げ、口々に最高権力者習近平総書記への批判の声を上げていた。参加者の多くは新型コロナウイルス対策というだけでなく、中国当局に身元を特定されないよう帽子やマスクで顔を覆っていたが、留学生という若い女性は筆者が映像取材をしないラジオ局の記者と分かるとすぐに帽子を取り質問に答えてくれた。私たちには自由がない、習近平には退陣してもらいたい、そのことを世界に伝えたい。無言のプラカードを掲げる理由。1週間ほど前、11月26日から27日にかけて中国の上海や首都北京で発生した抗議行動は、わずか1日から2日で南京や武漢、成都や広州、そして香港に広がり、そのうねりは東京やソウル、ニューヨークやシドニーなど世界十数都市にまで押し寄せている。それだけ習近平指導部が推し進めてきたゼロコロナ政策への怒りは強く、習近平の強権政治に対する不満も大きいということ。抗議行動の参加者が掲げる白い紙は言論の自由がないことの象徴である。同時に紙やプラカードに何も書かないことで中国当局による検閲や逮捕の対象となることを免れるという狙いも込められている。一連の抗議行動が白紙運動と呼ばれるゆえんである。前述した東京新宿駅周辺での抗議行動では、文字が書かれた紙も散見されたが、白い紙を掲げての抗議行動は1ヶ月余り前、総書記として参戦を果たし、一強独裁路線を固めつつある習近平にとって、対応を誤れば白紙運動どころか足元を揺るがす白紙革命とつながる危険性をはらんでいると言っていい。習近平は目玉政策の失敗にどう対処するか。筆者は抗議行動が中国全域へと広がる中、習近平指導部の対処法としては次の2つがあると考え注目してきた。一つは強権を発揮して警戒体制と SNS などの検閲を強化する方法だ。何しろ最高指導部のメンバー、政治局常務員6人とその下部組織の政治局員24人を側近とイエスマンで固めた習近平である。これをやるといえば還元できる人物などいない。もう一つは、これまでのゼロコロナ政策の効果を科学的根拠をでっち上げてでも公表した上で、少しだけ規制を緩め国民の不満のガス抜きを図る方法である。事実、コロナ対策を担当する孫春蘭副首相は、専門家を集めた会合でゼロコロナ政策の緩和を示唆し、広州などでは規制が緩和された。ただ中国ではこのところ新型コロナウイルスの新規感染者が4万人前後で推移し、すぐに方針転換は難しい状況だ。突然の感染拡大を受け、我々はダイナミックなゼロコロナ政策を遵守し、新型コロナウイルスの予防と制御、経済と社会の発展という面で大きな成果を達成した。これは10月16日、中国共産党大会の冒頭、習近平が活動報告としてゼロコロナ政策を自画自賛した部分である。抗議行動が広がった程度で方針転換すれば、深刻化されてきた習近平の威信は地に落ちる。
何より習近平自身が実績として強調してきた目玉政策の失敗を印象付けることになりかねない。抗議行動からわずか3日で封じ込め、そこで選択したのが1つ目の警戒体制と検閲の強化、つまり徹底した封じ込めである。11月29日、国営新華社通信が中国共産党中央政法委員会、警察司法を統括する委員会トップの陳文生書記が敵対勢力の取り締まりを指示したと報じたとき、やはりそうきたかとの思いを禁じえなかった。筆者の知人で上海のテレビディレクターによれば、デモが起きた翌日にはネットで検索してもデモや抗議行動に関する動画や写真が全くヒットしなくなったという。当然ながら国営メディアは抗議行動について一切伝えておらず、中国版 SNS、ウェイボーなどでは白紙運動といった言葉はもとより上海という都市名ですら検閲の対象となっているという。それでも抗議行動に参加したい市民は VPN を使って情報を発信したり収集したりしているが、警察当局はまずデモが行われた場所にバリケードを築いて人の出入りを遮断した。そして街中や電車内で無作為に市民に声をかけ、スマートフォンの中にある外国の SNS のアプリを削除させたり、デモの当日は何をしていたのか、どこからその情報を得たのかなどと聴衆したりして統制を強めている。香港中文大学で教鞭を取る小出正夫氏は、香港では Facebook や LINE などは普通に使用でき、中国当局も投稿内容を削除できないが、 SNS でのやり取りを解読することはあり得ると語る。第二の天安門事件までは進展しないはず。こうした中、中国国家統計局が11月30日、11月の製造業購買担当者景況指数 PMI を公表した。それによれば、生産、新規受注、雇用などすべての指数が景気拡大と縮小の節目となる50を下回っている。これはゼロコロナ政策が中国経済にとってマイナスに作用していることを意味するものだ。特に若者にとって仕事がない、就職できない、気晴らしに外にも出られない、声を上げる自由もないという状態はかなりのストレスで、抑圧されていると感じるはずだ。では今回の抗議行動は第二の天安門事件へと進展してしまうのだろうか。筆者はそこまでには至らないと見ている。かつて香港で毎週末大規模なデモが繰り返されたように、2週目、3週目の週末を見なければ何とも言えないが、筆者は警戒体制と検閲の強化によって事態が最悪の状態に陥る前に収束させられるのではないかと思う。閉塞感に駆り立てられたリーダー不在の行動。今回の抗議行動にはリーダーが存在しない。香港で2014年に起きた民主化要求デモ雨傘運動や、2019年に始まった大規模な反中国デモには江志鵬氏や周庭氏といった若き先導者がいた。しかしゼロコロナ政策に対する抗議行動は、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で起きた高層住宅火災をめぐり、ゼロコロナ政策が敷かれていたため避難や消火が遅れたとする SNS への投稿が発端に過ぎない。東京新宿駅で抗議行動に参加した中国人に聞けば、こんな言葉が返ってくる。中国では誰がいつどこへ行ったか把握されています。建物に入るたびに QR コードをスキャンしなければなりません。ある日突然住んでいる地域が封鎖されたりもします。何より中国に戻っても仕事がないのが辛いです。つまりはゼロコロナ政策に伴う閉塞感や景気後退による将来への不安が行動に駆り立てたということだ。裏を返せば、習近平指導部が方針転換をしない範囲で規制を緩めるなどの餌をまけば収束に向かう可能性は高い。1989年の天安門事件が民主化という大掛かりな要求だったのに対し、今回の抗議行動はロックダウン解除とか
煩雑な手続きの簡素化といった小さい要求によるものだ。この小さな要求が民主化要求とリンクすれば事態が深刻化することもあり得るが、そうならなければやがて沈静化へと向かうと筆者は見ている。